名作ドラマにビビルームと。どうも、佐賀県出身の田舎者修です。お願いします。ということで今回はですね、2023年秋ドラマで放送中の月9ワンデイ聖夜のから騒ぎ第8話の考察動画です。あれめっちゃケチャップでしたね。いやもう予告で普通に出てきとったし、手が血ついて押さえとるシーンあったじゃないですか、胸あたりを。あれもオレンジっぽかったっすもんね。なんか普通血やったらもう真っ赤っかやったり、ちょっと黒みがかってますけど、ちょっとオレンジ色っぽかったんで、あれはもうケチャップです。いやもう時生さんがあんだけケチャップのこと語っとったもんね、忘れるわけない。今回はですね、もう一課長が警察の裏切り者じゃないですかね。そう思って今回の8話見てたんですけど、まあ怪しいポイントばっかでしたね。なんで今回はその怪しいポイント語って、プラスであの汚職事件、新情報出たじゃないですか、あれについてもまあ語っていきたいなと思います。ということで、その辺気になる方はぜひ最後までゆったり聞いててください。お願いします。まず今回の一課長ね、カルミヤさんにもすごい水谷とかこの天城のこと聞いてたじゃないですか。あれはちょっと不自然すぎでしたね。なんかもうカルミヤさんがもう電話するたんびにも水谷それ以上なんか言ってなかったかみたいな、もうすごいこの二人の話聞いてたんですよね。今思えば多分今までもずっとそうしてたと思うんですよ。水谷とかスグロジ系の話になったらもうすごい周りに聞きまくるみたいな。でそうする理由って考えたら、やっぱこの追ってるからやと思うんですよね、この二人を。姉もねと一緒に情報流さんといかんのですよね、やっぱり。次、汚職事件ね。これもやっぱり、関わってないわけないと思うんすよね。6年前に、警察の幹部の人が、なんか汚職事件すると。で、これをね、天城が、もう密告しようというか、公にしようとしたけど、なんかまさかの犯人が、天城にされて、多分上層部からかな。で、なんか警察から追い出されようとしたと。って考えたらですよ。まあ、この事件の関係者からしたら、多分今でも、この天城が生きとるとか、まあ、警察に関わってるとしたら、今でもやっぱ天城を消したいと思うはずなんですよね。姉もねを利用してでも、犯罪組織利用してでも消したいと思います。って考えたらですよ。まあ、今の一課長が6年前、幹部かはわからんですけど、この一課長っていうのは幹部なんすかね。まあ、長ってついてるから、一応偉いとは思うんですけど。で、考えたら多分、まあ、一課長じゃないにしても、6年前は絶対おったはずなんですよ、警察には。まあ、あの風貌なんで。まあ、ちょっとした偏見なんですけど。最悪、その、めっちゃ信頼してる刑事が、その、6年前の汚職事件の犯人で、もう、その人を守るために、なんか、天城を消そうとしているとか、も考えられますけど。で、この一課長さんがね、1話で、水谷が姉もねから金もらってるんじゃないかみたいな言ってたんですけど、今回まで通して見た感じですよ。これ嘘っぽいんですよね。って考えたら、やっぱ今日、水谷の話、めっちゃ興味津々やったじゃないですか。この一課長。これはやっぱね、リンクしてると思うんすよね。って考えたら、6年前、汚職事件を天城のせいにしようとしてたじゃないですか。で、今回の事件に関しては、もう姉もねに天城を消してもらって、
これを水谷のせいにしようとしてるんじゃないかと思うんですよね。多分同じ犯人だから同じことやろうとしてる。おいはそう思います。いやにしてもね、このアネモネっても犯罪組織使ってまでもう警察が天城雄太を消そうとしてる。これはもう肝が据わりすぎですよ。もう土下座しとる。もう肝が、もう肝がもう寝とるばい。これはそれで考えたらですよ、この2005年の天城悟さんの事件あったじゃないですか。あのレストランで銃撃と、あとなんか家でなんか亡くなってたみたいな、自殺かなみたいな言われてた事件、あれも一課長関わってたりするんじゃない？わからんすけど、18年前って考えたら、もしこの事件にも関わってるとしたら、まあ、50歳ぐらい、50か40歳ぐらいではあるはずよね。そう、見えますよね。50か40歳代ぐらい以上ではありますよね、多分。一課長は。って考えたら、やっぱりこの事件にも関わってるんじゃないかなと思うんすよね。で、もし、この天城雄太が、一課長を捕まえたとしたらよ、多分、天城悟さんの自殺の話も、ちょっと触れると思うんすよね。そういえば、18年前覚えてますかみたいな。その頃あなた警察いましたよねみたいな話があると思うんですよね。ってなったら、自分が関わってるんやっとしたらバレたくないですよね、その一課長は。だからもうすごい罪重なりまくっちゃうんで、もう姉もね使っちゃうかなと。姉もね使ってまでももう天城悟さんの事件を風化させようとしてるというかね。やっと思います。ちょっとこの2005年2006年の事件の話がふわふわしとるんで、まあこんな感じですかね。まあ2005、2006のこの事件も一課長が関わってて、でその証拠ももみ消すために天城ゆうたとか、みつたにを、姉もね使ってまでしても消そうとしてる。ということで、こちらのチャンネルはですね、毎週水曜日の夕方6時に、このワンデーの考察動画上げてまして、土曜の夕方6時に、木10のフジテレビでやってますドラマの、一番好きな花。これの、エモポイント。語っておりますと、まあ、この辺見てらっしゃる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。